見ておきたいと思います、小泉さん、それではお願いします。ジュニア・ジョーンズはですね、ニューヨークのブルックリン出身ですね。年齢27歳、戦績が46戦44勝26KO2 敗ですね。まあベータ陸バンタム級タイトル取った後ですね、93年10月、ホルヘ LSL フリオにですね判定勝ちして WBA のバンタム級タイトル獲得して、一度防衛したんですけど、ジョン・マイケル・ジョンソンにですね、敗れてこのタイトル手放してますね、はい、ところがですね、一度はですね、そのもうジュニア・ジョーンズ終わったかと思われたんですけど、オーランド・カンジサレスにその判定勝ちして、まあマイナーとはいえ IBC のタイトル取って、はい、で11月にはマルコ・アントニオ・バレラにですね5回、失格勝ちでですね WBA の世界ジュニアフェザー級タイトル獲得して、これ一度防衛してますね、はい、これが2度目の防衛戦になります。一方ケネディ・マッキーにはですね、オリンピックの金メダリストからプロへ転向しまして、まあ、戦績がですね36戦32勝18 KO 3敗1引き分けですね。まあ、ウェルカムヌスターに11ラウンド逆転 KO 勝ち、それで IBF の世界ジュニアフェザー級タイトルを獲得したのが92年ですよね。このタイトル5度防衛したんですけれど、ブヤニ・ブングに敗れてそのタイトル手放しています。ところがですね、ジョン・ロウィンに勝ってですね、まあ、これもマイナータイトルですけど WBU のジュニアフェザー級タイトルを獲得した。ところがですね、マルコ・アントニオ・バレラの持つ WBO ジュニアフェザー級タイトルに挑戦して、これがいい試合だったんですね、12回、まあ、TKO 負け。まあ、その後ですね、全米のジュニアフェザー級タイトルを獲得してるんですけどね、まあ、右にその強打を秘めるそのボクサータイプですね、はい。まあ、両者今のプロフィールで分かるように共通した相手があります、マルコ・アントニオ・バレラと両者ともやっています。ちょっと比べてみましょう。まずはケネディ・マッキニー対マルコ・アントニオ・バレラです、これは王座獲得ならずという試合でした。これ6度確かダウンさせられるんですよね。そうですね、マッキニー。ところがマッキニーもですね、バレラをダウンさせましたね、非常にこれ見応えのある試合でありました。ここまた立ってしまったんですよね、まあ、バレラが強かった頃ですね、96年2月3日の試合です。ここでダウンを奪うんですよね、はい。ケネディ・マッキリっていうのはですね、あの右のストレートですね、ねじ込むような感じでですね、パンチあるんですよね、このバレラがこの WBO のタイトルを持っていた頃です。シロン・トランクス、バレラ、これはカウント取らなかったんですね、まああれはダウンに近かったと思いますけど、ちょっとスリップダウン取ってくれたんですけど、はい、その後のバレラの攻撃がすごかったですね。これもう最終回なんですけれども、試合は最後のゴングまで行きません。まあだけどマッキニーはよく頑張りましたよね。それは言えますね。このパンチなんかも強烈です。ここでようやくレフェリーがストップしています。これがケネディ・マッキニー対マルコ・アントニオ・バレラでした。この勝負はチャンピオンの勝ちでありました。さあ一方ジュニア・ジョーンズの方もご覧いただきましょう。これはジュニア・ジョーンズがこのバレラに勝ちます、しかしこれ失格勝ちという判定に最低になってしまいますが、まあ内観には、ね、圧倒してましたからね。本当は TKO なんですけどね、セコンドがですね、このゴングが鳴る前に入ったっていうその判定で、はいはい、失格扱いになったんですけどね、まあ限りなく KO に近いという内容でありました。ポイズン、ジュニア・ジョーンズ、向こうの細身の選手がそうです。まあ無敵バレラにですね、初めてその土がついた試合ですね、これも印象に残るその試合だったんですね。バンタムからこのジュニアフェザーの試合、この試合でタイトルを得ましたジュニア・ジョーンズは2階級制覇ということになります。この当たりも激しいです。バンタムで負けた後しばらくスランプ状態が続いていたんですが、この試合で復活、会心の勝ちを収めています。見事なこれ返しですね、右、軽量級のハーンズと言われていたこともありました、このポイズン、ジュニア・ジョーンズ。ポイズン、まあ毒というニックネームを持っています。
共通した相手両者ともご覧いただきましたが、ジュニア・ジョーンズの方はバレラに勝ちを収めて、タイトルを獲得しています。まあ、因果は巡っていますけどね、はい。まあ、マルコ・アントニオ・バレラにですね、その負けたヘンリー・マッキニーがですね、マルコ・アントニオ・バレラに勝ったジュニア・ジョーンズに挑戦するんですからね、うん。さあ、それでは早速試合ご覧いただいてまいりましょう。Francisco Barcarcel, supervisor for the WBO at ringside, George Christodoulou. The three judges scoring this bout on a 10-point bus system are Mike Gliena, Melvina Lathan, and John Stewart. And when the bell rings, your referee in charge of the action, Wayne Kelly. And now, ladies and gentlemen, from Madison Square Garden, 12 rounds of boxing for the WBO Junior Featherweight Championship of the World. Introducing first, fighting out of the blue corner, wearing red with gold and weighing 121 pounds. In 1988, he captured Olympic gold. And now, as a professional, he has a record of 32 victories, including 18 knockouts. He has three defeats with one draw. Ladies and gentlemen, from Memphis, Tennessee, here is the WBO number three ranked challenger in the world, former two-time world champion, Kennedy King. ケネディ・マッキニー。 And his opponent across the ring, fighting out of the red corner, wearing white, trimmed with red, his weight 122 pounds, his professional record, an outstanding 44 victories with 26 knockouts and only two losses. From Brooklyn, New York, presenting the two-time world champion and reigning WBO Junior Featherweight Champion of the World, Tyson Junior Jones. チャンピオンは2度目の防衛戦になります。WBO 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ。12回戦です。レフェリーはウェン・ケリーです。これ見てください。顔を合わせません。お互い顔を見合わせますよね。ケネディ・マッキニー後ろ向いてますね。さあ、全く視線を合わせませんでした。かろうじてグローブは合わせました。この両者。さあ、結果はどういうことになるんでしょうか。ジュニア・ジョーンズの方がキュトーンとしてましたね。ケネディ・マッキニーは88年ソウルのオリンピック金メダリスト。一方、ジョーンズはオリンピックに出られませんでした。というのも国内予選でこのマッキニーに敗れているからです。さあ、試合が始まりました。だからそういう因縁があるんですよね。ジュニア・ジョーンズのアマチュア時代の成績がですね、150勝9敗なんですね。すごい成績ですね。で、ケネディ・マッキニーがですね、214勝13敗なんです。はい、やっぱりそれだけアマチュアの土台作ってからプロ入ってきてますからね。右のクロスを放ってきました。ジュニア・ジョーンズ、白のトランクスがジュニア・ジョーンズ、チャンピオンです。赤のトランクスがケネディ・マッキニー、返り咲きを狙います。およそケネディ・マッキニーは2ヶ月半ぶりの試合になります。前回が10月の5日に行われました。それからジュニア・ジョーンズの方は8ヶ月ぶりです。バレラ戦以来試合をしていません。これが2度目の防衛戦。期間が来ましたね。そうですね、バレラに勝ってからですね。バレラとの再戦に勝ってからです。はい、まあ、長い試合だったので十分休養を取ったということでしょう。ジュニア・ジョーンズ、ジュニア・ジョーンズはニューヨークはブルックリン、つまり地元ということになります。ニューヨークはマジソンスケアガーデン。ボディから左を打っていきました。顔面に持っていきました。ちょっとボディに気を取られました。マッキニー
まあ、白いトランクスの方ですね、今もう右側に回り込みました。これチャンピオンのジュニア・ジョーンズ、はい、バンタム級では強気だったんですよ。本当に倒し屋だったですね、ええ、ところがですね、ジュニアバンタム級になってやはり自分の顎の弱さっていうのをですね、その意識して距離を取って戦うようになりましたね、ええ、左を対応して、まあ、それもあってバレラに勝ったんですけどね。ジュニアジョーンズは小泉さん、あの4月のバレラ戦であの右拳骨折確かしたんですよね。あ、まあ、まあ骨折って言ってもですね、まあ、ひび入ったらしいんですけどね、はい、あ、従ってこの感覚になったんですね、はい、失礼いたしました。8ヶ月のインターバルがありますジュニアジョーンズ。左を出します。右のクロスは距離は十分だったんですが避けられました。ボディを打っていきます。コーナー左、おっと左を振りましたが入れ替わります。左から右、さあラッシュします。動きが止まりました。マッキニー強気ですね、かつてのやはりポイズンジュニアジョーンズを見るようです。第1ラウンド終了しました。ただちょっと頬のところを出血しましたね。右下ですね。あ、そうですか。あ、抑えてますね。ここはですね、はい、その、まあ、視野を妨げるわけじゃありませんからね、まあ、それほど、まあ、そのセリアスな球ではないんですけどね、はい、まずポイントとしてはジュニア・ジョーンズがですね、非常に積極的にその攻めました。有効なクリーンヒット多かったと思いますね。相手に与えたダメージも多かったと思いますから、ジュニア・ジョーンズのラウンドです。小泉さん、これバッティングで切ったようですね。そうですね、ここでちょっと顔しかめてましたね、大骨一番とんがってるところですね。もっとジャブ使え。こちらがマッキニーです、まあ、こちらもジャブを使えって言ってますね。ポイズンジュニアジョーンズは以前からスポーツマンだったということです。空手を始めました。しかしその空手、もうあっという間にやめましてボクシングに転向しています。もともとは野球ですとかフットボールもでも活躍していましたジュニアジョーンズ。左が右を右のクロス、いや簡単になりました。右をぐーっと引き絞って右のストレートを狙っていますジュニアジョーンズ。フットボールではワイドレシーバーだったということでかなり足も速いんでしょう。ジュニアジョーンズです。中に入り込みましたケネディ・マッキリー。まあ、この体でフットボールやってたんですからね、素晴らしかったんでしょうね。そうでしょうね。173センチ、リーチは180センチです。今ワイドレシーバーでもかなり大きくなってますから、かなりその俊敏だったんでしょう。お、右打ち押し、危ない危ない。これをかわします。右のストレートを打ち下ろしていきました。ケネディ・マッキニーです。ジュニア・ジョーンズは脱臼したときが危ないんですよね。あのジョン・マイケル・ジョンソンにそのタイトル奪われたときもですね、はい、ちょっと右側にダッキングしてですね、その位置で頭が止まるんですね。だから打ち下ろしの右を食うんですね。 あの試合もダウン2度ほどもらっています。で半年後の復帰第2戦でも確か無名のダリル・ピンクニーでしたっけ。ダリルピンクニーですね、その選手に3ラウンド TKO 負けしてもう、ジョーンズの時代終わったのかなという時がありましたけどもね。まあ、ところがオランド・カンザレスと戦った試合はうまく戦いましたね、リーチ化して無理に打ち合わないでですね。今日のジョーンズは強気ですね、はい、まだ27歳のジュニア・ジョーンズ。これが2度目の防衛戦です。思い切ってワンツースリー打ち込んでますね。おっと右あ打ちます。左を返しました。あ右のスロット、さあラッシュしていきます。落ち着いています。無理にはいきません。ボディボー。このマッケニーには因縁があります。ジュニア・ジョーンズ、先ほども言いました、アメリカの国内予選でオリンピック行きを絶たれました。判定だったそうですけれども、
確か2対3とかかなり非常に微妙な判定だったそうです。飛び込んできます。だからその時の因縁もあるんですよね。そうですよね。でまあプロでですねマルコ・アントニオ・バレラを返してですね、まあ、ケニー・マキにはそのタイトル取りませんでしたよね、はいはいはい、バレラが、はい、そのバレラを破ってこれチャンピオンになったジュニア・ジョーンズですから、マッキニーとしては面白くないでしょうからね。だからこれを書くことによってですね、バレンダに敗れたその雪辱にもある意味ではその心がけてるのかも分かりませんね。そうでしょうね、おそらくね。第2ラウンドを終えています。いやこのラウンドですね、中盤ケニー・マッキニーの打ち下ろしの右でですね、ちょっとチャンピオンジュニア・ジョーンズちょっとぐらついたんですよ、はい、ところがですね、このラウンドの終盤またですね、いいコンビネーション、そして右ストレート当たって相手ぐらつかせましたね、はい、相手に与えたダメージ比較するとやはりジュニア・ジョーンズの方がですね、相手に与えたダメージ上だと思います。10対9です。そうです、はい、ジュニア・ジョーンズ 1,2 ラウンドを制しています。ニューヨークはマンハッタンにあります、まあど真ん中と言ってもいいでしょう、マジソンスケアガーデン、スポーツの殿堂で行われています。この注目の一戦、さあ第3ラウンドです。 1,2 ラウンドともジョーンズが取りました。 WBO 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ12回戦、赤のトランクスケネディ・マッキニー、白のトランクスチャンピオンジュニア・ジョーンズ、いいシーンをジュニア・ジョーンズが見せています。ボディを打ちに来ました、はい、タイプ的には同タイプなんですね、まあ、長身のボクサータイプですね。ただいいパンチが当たったときはお互い倒しに行く、そういうスタイル持ってますね。ミーのクロスを打ち込もうとしたんですが、これは思いとどまっています。ジュニア・ジョーンズ大きく左右に振りました。左が届きました。ケネディ・マッキニー、よく左が伸びます。ジョーンズ、まあ、お互いオーソドックス同士ですね、右構え同士だったらお互い右クロス狙うわけですよね、その時にその右クロスを食わないその技って言いますかね、それを持ってる方がやはりその一枚上になりますね。この2人によるとどっちがその辺を持ってます？そのジュニア・ジョーンズはですね、やはりその右クロス食いそうな姿勢でダッキングしますね。先ほどねお話もありました。ただですね、ここでスピードというものがありますね、はい、スピードとタイミングですね、そしてポジション、ダウンか、ダウンです。急に動きが巡りましたケルディ・マッキニー、どのパンチでしょう、効いていたようです。あのコンビネーションの中でですね、その突き上げたアッパー、そして左右のフックですね、はい、あ、膝を思わずついてしまいました。ケネディ・マッキニーダウンです。さあジュニア・ジョーンズ生き稼いに行きたいところです。ブロックの上叩きます、右をすると左返します、ボディも打ちます、左が右、大きなスイングします、パンチを飛ばしていきます。ジュニア・ジョーンズ宿敵を迎えまして、これが2度目の防衛戦、ビッグラウンドにすることができるか。ジュニア・ジョーンズ、おっと、カーブイン、B ショート、左返した、インサイドからショートを当てようというマッキニー、すごい打ち合いになっています、いいラッパ、動きが止まりました、ジョーンズ、ランを奪いましたから、一気加勢、すごい攻撃を見せています、ジョーンズ、アッパー使いたいですね、インサイドからのパンチを打ちたいですね、大きく振ってしまいます、これは当たりません。頭を合わせています。守りに入りましたマッキリー。残り第3ラウンドあと15秒。あっと右あった。ヒットしました。しかしマッキリーも打ち返しています。マッキリーの右も当たりましたね。第3ラウンド終了です。しかしマッキリーの膝が折れてしまいました。思わず膝を折ってキャンバスについています。ポイントとしては10対8、ジュニア・ジョーンズのラウンドですね、チャンピオンのラウンドです、はい、コンビネーションの中で効いたパンチがありました、ケネディ・マッキニー、ダウンを奪われています、
まあ、落ち着けガード上げろって言って言ってますね、はい、倒し切ることはできませんでしたがジュニア・ジョーンズいいラウンドを作りました。あ、右のパンチもこのボディが効いてたですね。あ、タッパーが効いた、これから始まりましたね。あはさあ第4ラウンドです。 WBO 世界ジュニアフェザー級のタイトルマッチ12回戦、ジュニア・ジョーンズ第3ラウンドにマッキニーからダウンを奪いました。これが47戦目のジュニア・ジョーンズ、一方おおケネディ・マッキニーは37戦目。右のストレートを打っていきます。マッキニー距離を置きます。ジョーンズちょっと効いてますよ。あ、そうですか、はい、ジョーンズですね。そのオープニングヒットをそのケネディ・マッキニーおーと、はい、入っていきます。寄りかかっていくような感じがあります。ジュニア・ジョーンズこれで時間を稼ぎます。あ、そういう動きが止まりましたね。あ、クロス、クロス、いいパンチが入りました。ジョーンズの攻撃がなくなっています。ケネディ・マッキーの反撃か。一回両者大きく分けました。ウェン・ケリーレフリー、展開が分からなくなりました。第3ラウンドではダウンを喫しましたケネディ・マッキーでありますが、このラウンド立ち上がりいい立ち上がりを見せましたマッキニーです。右打ってきます。左を返しました。チャンピオン、おお、右ショット入ってくところカウンターになっています。あ、グラついてるか。右のストレート、ダウン、ダウンを奪い返しました。やるダウンですよ。カマン、あ、ダウンではないですね。ダウン取れなかったですね。あはー、ダウンには取られませんでした。効いてます、効いてます。足がついていきませんでした。ジュニア・ジョーンズロープから頭出すのは遅かったでしょう、はい、あれは結局体の復元力が鈍いということなんですよ。あ、だから体のバネが失われてるということでやっぱりあれ効いてる証拠なんですよね。マッキニーのいい右がヒットしましてダウンに見えたんですけれども、その後ダウンではないという判断。あ、しかしジュニア・ジョーンズチャンピオンの動きが止まっています。さあマッキニー、逆にマッキリーの大きなチャンスを迎えています。あーと、カウンターダウン、見事なカウンター炸裂、4、5、チャンピオンダウンです。6、7、8、立ち上がりました。まだ捕まります。第4ラウンド、さあ、おーと足がついていきません。ジュニア・ジョーンズ試合終了です。一旦は再開、ウェン・ケリーレフリーが試合の続行を指示しました。しかし足がついていきませんでした。ジュニア・ジョーンズ、あのカウンターが効いてたんですね。ケネディ・マッキニーが新チャンピオンです。およそ3年4ヶ月ぶりの王座ということになります、ケネディ・マッキニー。だからボクシングというのはやはり一発勝負ですね。マルコ・アントニオ・バレラ、あれからあれだけ強かったチャンピオンからですね、ジュニア・ジョーンズがタイトルと、それがそのバレラに負けたこのマッキニーがですね、はい、このジョーンズからタイトル取るんですからね。しかも第3ラウンドはダウンを喫してますからね。逆転勝利を収めましたケネディ・マッキニー、これは嬉しい勝利でしょう。一方天国から地獄です。ジュニア・ジョーンズ突き落とされました。もうじゃんけんポンみたいなもんですね、本当に。バレラ、マッキニー、そしてこのジュニア・ジョーンズ、いやー、これは両者の明暗がひっくり返りました。もう勝ちの寸前まで行っていたと言ってもいいぐらいのね、ジョーンズはですね、掴みかけていました勝利を、離してしまいました。ハードワークペイドっていうのはもうその猛練習がですね実を結んだと、報われたんだということですね。ね、言いたくもなりますよね、やっぱりね。いい勝利を呼び込みました。まあ嬉しいでしょうね。
一方全く逆の立場です、ジュニア・ジョーンズ。これで2度目の王座陥落ということになりました。さあ最後のこれ、このこのタイミング、タイミング合ってますよね。これはダウンには取られませんでした。これはちょっとプッシュダウンを押し倒したっていうふうに見られたんですね。ところがここは綺麗に当たりましたね、はい、今のスリップの前に2度ほどこの右のショあのカウンターがねタイミングが合ってました。それを見事に持っていきました。このパンチは強烈だったんですね。一旦は立ち上がったんですが、ジュニア・ジョーンズがですねその右を打とうとして振りかぶって打とうとした時に右がヒットしましたよね。これがボクシングの醍醐味でもありますし非常に怖い面でもあります。野球でもそうでしょう、緩いボールパンと当ててもそれほど飛ばないですよね、はいはい、ところがその速い強いボールっていうのはカーンと当ててもビーンと跳ね返りますね。あ、そうですね、あれがいわばもうカウンターの原理ですよね、はい、同じパンチでもですね相手はその打ってきて体重心が前に乗ってきてる時に当たるとですねまあ本当にその倍効きますよね。Ladies and gentlemen, two of boxing's most courageous fighters met in the ring here tonight and something had to give. It certainly did. At 2:39of round number four, 4ラウンド2分39秒ですね。Wayne Kelly calls a halt to the bout. The winner by knockout victory and new WBO Junior Featherweight Champion of the World, Kennedy King.新チャンピオン誕生です。ケネディ・マッキニー、宿敵ジュニア・ジョーンズを倒してのチャンピオン獲得です。まあマッキニーはちょっと下り坂だと思われてましたからね、だからこの勝利っていうのは嬉しいでしょうね。まだまだ興奮が全く冷めないというような感じのケネディ・マッキニー陣営です。リング上ではインタビューが行われるようです、ちょっとできたら聞いてみたいと思います。まあ向こうはその前半から攻めてきたって、まあそれはもう相手の出方ちょっとびっくりした。自分はその自分のチームは OK なんだと、その自分は打たれ強いんだと、まあ後半に行くとですねそのジュニア・ジョーンズはスタミナが切れる傾向があると、だからそれを考えてそのあのダウンから立ち上がってそれでチャンスあると思ったのかって言ってるんですね。ダリル・ピンクニーとそのジュニア・ジョーンズが戦った時もそうだったと、その地盤見てたけれどそのピンクニーにダウンさせたんだけどその後ですねリラックス、気を抜いたとジュニア・ジョーンズ、それでジュニア・ジョーンズは負けたんだと、今回のもそれだと、だからこの俺の右がその油断したジュニア・ジョーンズを仕留めたんだと、そのママ、それで自分の2人の子供そのみんなにですね、それ俺はやったぞって言って今その言ってるんですね。もう今年は4試合もやったと、もう非常にそのハードだったと、ね、しかしそれは報われたと言ってるんですね。まあこの試合はそのやったぞって言ってるんですね。マッキニーは俺はマッキニーって言ってましたね。まあその名の通り見事逆転勝利を収めています。ああそうですね、この試合が今年になりまして97年ですけれども4試合目なんですね。4月、5月、10月、そしてこの12月と、試合4試合目をこなしました。その最後の最後に来ましてこれは嬉しい勝利でしょう。この最後のカウンター見事に決まっております。ダウンの応酬となりましたこの一戦、4ラウンドケネディ・マッキニーがジュニア・ジョーンズを TKO に下しまして WBO 世界ジュニアフェザー級のタイトルを見事獲得しています。